どうも皆さん、こんにちは。ピーマンピザです。信長の野望新生を遊んでいきたいと思います。何をしようかなってちょっと悩んだんですけれども、大名じゃない武将を大名にして、天下統一を狙っていきたいと、そんな風に思っております。いろんな武将を使ってやっていこうかなと思います。で、記念すべき第1弾、誰にするかというと、氷川きよしさんでございます。当時いないじゃないかって話なんですが、まあ、今回ね、信長の野望新生エンディング曲を担当されてるということで、まあ、それを記念してこうやってね、氷川きよしということで登録武将でね、データがあるということです。いや、すごいよね。まさか現代に生ける人が、信長の野望に公式でこう出してもらえるっていうのはいいことですよね。で、列伝にもしっかり氷川きよしさんのプロフィールが載ってるって感じになってます。越前国出身歌手、若年の頃より美声と歌唱力および端麗な容姿が評判となり、諸国をさすらいながら様々な人に力強い歌声を届けているということです。で、見て笑ったらわかるように能力もかなり高い。知略統率90以上、政務も80オーバーで、武勇に関してもこっから見ると劣るんだけど72だから十分高いよ。素晴らしいと思います。さらにですね、特性、これ固有特性持ってます。自勢力内では自部隊の防御大幅上昇ということで素晴らしいです。はい。しかも城主にすると、配下武将の忠誠が上がると。さらに外交ね、他の大名と外交しますっていう時に、信用の上昇値が上がるということで万能です。戦もできて外交もできる、万能ということで、実況プレイ第1弾、この氷川きよしを大名にして、そして天下を取りたいと思います。はじめ、まあ、この大内さんでやりたいわけじゃなくて、ここっちか氷川きよしがいるわけですよ。それをね、大名にして、やっていきたいなというわけですね。で、そのためには姫をゲットしなきゃいけないんで、それがちょっとね大変なんだよね。とりあえずやっていきましょうかね。ちょっと一回設定を見てね、福姫出生ありだね。これないと多分かなり厳しいんで。ちょっと寺の名前は読めないんだけど、大ネージでいいのかな。大ネージの変。これが、条件。結果から言うと、当主と武将が死んで、ここね、毛利家と大内家の同盟、婚姻、従属関係解消ってことで。条件見ると、まあ、この日付、ここに来ればもう満たされちゃうわけだね。で、作戦としては、まずね、この毛利。ここが、1500、何でだった？ちょっと、待って、もう一回見るわ。毛利とは、その時が来るまでは、しっかり同盟を結んでおいて、尼子家だよね。馬が合わないので、できればね、ここと組んでおきたいんだよな。大友がねかなり厄介なんで、どうにかしたい。ただこの九州の島津がかなり強いから、ほっとくと多分こことここがやり合う感じにはなるんだよね。難しいな。どうする？毛利がダメになる。毛利との同盟がダメになることはもう分かってるわけだから、その前に阿波御家を取り込めるかどうかってとこだよね。できればこう取り込んで、毛利と決別した時に毛利も飲み込めるようにしておきたいんだよね。ってことで、とりあえず、こっからやっていこう。
寝落としたぞ。よし、行くぞ、合戦。水を切ったわと毛利すげ。制圧、制圧、よし、合戦。よし、やったぞ。やったぞ、ついに。やばい、嬉しい。我が血を振り絞って、やったぞ。よし、清頼むぞ。お、山中鹿之助。口が回ってない。山中鹿之助。武田と松平の激しい朝露。激しい朝露。朝露。争いも起こってる。ということで、録画ミスがあった。ということでね、ちょっとそこの部分解説したいと思います。痛恨のミス。島津じゃなくて、長宗我部と婚姻を結んだ結果ですね、なんとすぐに姫武将登場してくれまして、長宗我部と婚姻結んだことがトリガーだったのか何なのかちょっとわかんないんですけど、とりあえず来てくれたと。で、速攻で氷川きよしと婚姻を結ばせて、そして、無事、氷川家になることができるというところのちょっと前のところまで飛びます。すいません。ということでね、ここまでの流れを言うと、先に毛利を滅ぼして長宗我部大友と仲良くしながら、尼子家を今倒すぞっていう感じのところだと思います。以上です。はい、スクショ撮れた、これ。これ OK。やったぞー。はい。もうね、譲りますよ。威信が下がっちゃう。あ、そうなんだ。関係ないね。やったぞ。ついに、氷川家になった。完璧でござる。で、あとは、大友を頑張って守りながら島津を滅ぼす。それに全力を尽くすぞ。